天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さん、少し小さめの声でこんばんは。こんばんは。天才ピアニストの竹内です。ますみです。ちょっとね、はい、今日は大須演芸場名古屋に来ておりまして、はい、そちらの、まあ、楽屋というか、そうですね、終わりたて、ハイレグがね、そうそうそう、あの米田2000ちゃんとのユニットライブハイレグをサーカス終わりでラジオを撮らせていただいております。はい、お越しになってくださった方、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。遠方から、ね、来てくださった方もいらっしゃいましたし、2階の ね、あのお座敷席も満席で、そうなんです。大須演芸場って2階席があってね、うん、お座敷タイプの、そうやね、お好きですね。なんかね、小粋だね。小粋だね、うん、本当に楽しかったわ、ね、ネタを3本ずつと、はい、ユニットコント2本やりましてね、うん、1本ずつやりましてね。これな、配信がないのかな。ね、もうこのコラが見られへんっていうのが ね、あれでしたけどね。やっぱいいね、米田二千ちゃんとのユニットは楽しい、仲良くできるし、うん、でやっぱこう刺激になりますよ ね、 いや、そうやね。こう相手が爆笑を取ってたらやっぱ自分らも頑張らなって思いますよね。やっぱり私はそう考えたらやっぱり後輩に育てられてきた人間なんですよ。あ、そう。はい、あの、うん、バスケ部時代も、うん、あの私がね、あの入った年は、うん、あの私が入学した年にできたが中学やで。え、新規の中学やで。新時代の、新時代の新しい中学ができて、うん、そこで受けて1期生だったんです、うん、だからね、うん、もう先輩がおらへんかったん、部活に。そう、うん、で8人おったんですけど同期が、うん、だからもう先輩おらへんからぬるま湯となって、バイバーイ。あ、バイバイ。あ、米田にせんちゃんが帰ります。米田にせんちゃん帰ります。ありがとう。お疲れ。そ、あのおらんかったから先輩が、うん、でそれでさ、まあ、やったらいきなりレギュラーになるわけ。8人しかおらんくて5人試合出るから、なるしかない、なるしかない、うん、だけどその次の年にな、うん、あの小学校からバスケしてた後輩が入ってきたんです、うん、うわね、でその子がめちゃくちゃうまかったよ。後に京都選抜とかになるような子なんですよ。めちゃくちゃじゃないの。でその子とポジションがかぶっとって、うん、私、うん、でうわもうこれやばい、うん、この子に負けたら試合に出られんくなる、うん、スタメンじゃなくなるっていうので頑張ってね、バスケ成長したんですよ。やっぱりね、結局後輩なんです。そうやね。なんかその先輩がもちろんいい指導をくれたりとか、憧れて、ね、先輩の姿を見てかっこいいなとか、うん、背中追いかけたりっていうのはあるけど、やっぱりそのメラメラ感っていうのは、メラメラ感、うん、はい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 、あれですね、プードルのメラメラ感ではないですよね。メラじゃないですよ。メラちゃんの話じゃないですよね、はい、はいはいはい。メラっと燃える感じがやっぱ先輩はちょっとさ、かけるやん。負けたくねえ、すごいな、なんか自分よりできて当たり前みたいな。ただでもさ、ま、うんうんうん、自分より年下の子がうん、上回ってると、はいはいはい、まあまず悔しいもんな、一個。そう、悔しい悔しい、うん、やっぱり米田ちゃんは我々がこうさ、あの頑張ろうとしてる賞レースでも結果残してるわけですからね、うん、やっぱりでやっぱりあれらしいやんか、え、東京の女芸人代表みたいな感じらしいやんか、らしいやんか、やっぱり年末の大爆笑も、うん、はい、ね、東代表で出てらしい。我々も代表ですか。西代表と思いたい、私自称、うん、ね、そうですそうです、選ばれてるわけですからね、うん、嬉しいんですけど。すごいよね、だって、うん、何年した3年した2年下か。米田ちゃんはね、うん、2年下ですよね。そうなんです。大したもんですね。え、このカメラマンさんや、大したもんですか。米田にせん、やっぱ西の笑いはおもろいけど、はい、東の笑いおもろい。いや、ほんまに言うたはったけど、それ今の話とブレるんですけれども、おもろないと言ったところですけど、東の米田がおもろいっていう、うん、あの子らはおもろいな。あ、そうですか。皆さんね、あのレッドチェアっていう番組知ってます。あれ、私上沼さんで知ったんですか。 あれ番組の、え、番組じゃないんですか。上沼さんのためのレッドチェアじゃない。え、違う違う、多分シリーズあるんですよ。そうなの。でいろんな人にあそこレッドチェアに座らして、うん、あの一問一答でこう答えていくっていう、目を閉じさせてかいな。そうやね、なんかね YouTube やったっけ、うん、に上がってたんですけど、うん、え、あれ違法じゃないよね、多分そういうアカウントだと思うんですけど、上沼美子さんが、うん、ほんまに赤い椅子に座って、うん、よそ行きの服を着て、そう、なんか自分の今までの芸能生活を振り返って、うん、50周年、ね、うん、なあ、上沼さんももう絶品な衣装を着て、はい、最高でした。ほんでね、結構もう真面目なインタビューなんですよ、うん、上沼さんも真剣に答えてらっしゃって、ほんまに、今ほんまに悩んでます、そう、孤独に感じる時はいつですか、うん、今ですねじゃあほんまに歌って、これをね、私がね見つけて、はい、あの拡散されてたんで見つけて、それを見てたんです楽屋で、うん、そしたら上沼さんちゃんはますみがね寄ってきてね、うん、偽物が寄ってきてね、うん、でね、なんか質問あるでしょ、うん、そしたら先にね予想して答えたいとか言い出してねあ、今のは
あの答えいけたな、もうちょっと考えたら答えれたなとか言って言い出してね、私は動画どころじゃなくなった、ね、クイズが始まったな。いやあれはうるさかったですね。インタビュアーと同時に上沼さんと真澄が答えるっていう、うん、そうそうそう、おおって真澄が当てにいってね、何問か当たるっていうね、おもろない、おおその時にそのインタビューで西のお笑い、うん、おもろい、東のお笑いおもろな い, ろないな、これは、まあ、あのそこだけピックアップしたら語弊がありますけども、うん、ほんまにそのいろんなこう、ね、それに対する思いとかもあって、そう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 、別に東のお笑いへのリスペクトも、ね、上品でねっていうもちろんあるけどっていう、うん、その上沼さんの好みはガーって笑っちゃ う, そ う, そ う, そう、うん、笑いなんだっていうね、そうあれ見応えありますね。あれしかもやっぱちゃんと弱い部分見せてはるから、なんかすごい親近感湧くよな。そうやね、やっぱ鉄の女というイメージがあるじゃないですか、うん、やっぱ強い最強、私なんか女帝じゃないですよ言ってたな、うん、勝手にちょっと呼び出したんで、そう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 、まあ、チンするご飯食べてる時がやっぱり寂しいねそう一人暮らしだからね今、うん、いやそう、それがさなんか印象的で、うん、よかったら見てみてください、ね、上沼さんのイメージが変わるかも、うん、やっぱ日頃はねもうバラエティでお笑い武装されてますから、はい、もうお笑いお笑い、そう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 、ね、怒鳴ってはりますけども、あーもう人見知りですって言ってな、言ってた、おっしゃってた、ほんで一緒分かるじゃん、一緒ってモノマネしながら言ってたから、もうわけわからんかった分かる分かる、一緒、私も人見知りね、まずみちゃんも人見知りですよね。そうなんですよ、意外とね、通ずるものがあるんですよ。あ、そうですか、上沼恵美子さんとね、いやあのインタビューは見てほしいわね、うん、いやこれ米田とのね、うん、ハイデグサーカス第3弾はタイトルが変わるのか変わらないのか問題ね、毎回変えてます。今回第2回でね、はい、1回目とは変えましたから、はい、やっぱ3回目も変えた方がいいんじゃないですかこれもいいの、それでそういう感じでいいか、いい、でも別にシリーズで固定しても全然いいと思うね、うん、だから今回前回警告物語っていうタイトルでやったんですけど、はい、2回目も警告物語でもいいし、うん、警告物語2でもいいし、うん、回数が分かるよね、やってもいい、そっちの方が覚えやすいかな、でもやっぱりほんまはな、ユニットとしてはさ、やっぱ米田ちゃんとはずっとやっていきたいから、うん、ただでも2回目でハイレグサーカスに変えちゃったから、うん、ブレるか、ハイレグサーカス3でもう行くのか、次もう1回目もハイレグでしたよみたいな顔して、はいはいはい、前回が2だったんで今回は3ですよねみたいな顔して、うん、っていう、なるほどね、ピシャッとパシャッととか、はい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 、何々だったら何々だもんみたいなのもあったよな、あったな、そうやね、だからそうなんだったらそうなんだみたいなみたいな、あったあったあった、タイトルがね毎回揉めるんですけどね、ユニットライブは、でもユニットライブでね、このまあ、うん、ユニットコントたまにするじゃないですか、うん、はい、あのマヨネータともそうやし、フミとか、うん、同期のフミとやってるハイパーテンションズっていうライブは、うん、ユニットコントするんですけど、はい、やっぱめっちゃ楽しいよな、ユニットコントって。そうやな。なんか普段できひん役割をやったりとか、うん、あと、まあ、人数の構成もな、もちろんそうやし。いや、そう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 。私はなんかまあツッコミ役が多いんですけど、うん、で、あと3人がボケるみたいなのが多いんですけど、うん、やっぱりめっちゃやりがいあんのよ。その新喜劇のあの回しの人じゃないけど、いやけど自分で一緒にふざけたいっていう思いも湧き立ってくるな、うんうん、同時にあのツッコミ側にいることによって、今日のさ米田とのやつなんかやったら、もう基本的に私たち3人がさ、はいはい、米田2戦と真澄が、うんうんうん、チョケいじり回ってんもんな、うん、そう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 、あんなでもさやっぱ、うん、チョケるのもさ、うん、いつもチョケさせられてはおるわけや、うん、コントの時に、はいはい、やけどその大人数でチョケるのって楽しいやろ、そうな、なんかもうイエーイって感じになるし、うえ古いですね、イエーイイエーイって感じなんねや、うんうん、なんやろこのさやな、一人でチョケるのとまた違う、なんかふざけ合うっていうな、共鳴みたい なあれ楽しいよな、うん、で単独ライブの時とかにこう、はい、すごい団体のコントとかやったら、うん、またなんかねこうあれいいな、ストーリーが生まれて楽しい、最近ねできてないですけど、医療ネタライブな、医療ネタライブもユニットライブ、ユニットコントしましたもんね、はい、そうやね、ユニットコントってやっぱ楽しいね、ほんで女性同士で人数が増えてもめっちゃ、うん、できる幅増えるし、うん、コントの、うん、で男性がまた混じってくれたら、それはそれでまためっちゃ幅広がる、また広がる、そうやね、だからそれをさ、うん、あるやん今ヨネダとかフミとか、うん、とやるから、なんかネタ思いついた時に捨てるとこがないね、うん、なるほどね、うん、うん、あこれまあ2人で実現できるなって思ったやつも、あこれ第3者第4者おったらいいのにっていうところが、そうそうそう、もう一丁トンペにやらしたらええやんっていう、うん、そうそう、輝くことができるのよ、うん、あとやっぱ輝くかどうかを軸でね、生きてますもんね、はっきり言って今日はね、キンラキンラ輝いたな、うん、
いやでもいいわやっぱ。でも配信なしでやって、うん、まあ私らは別に配信ありでもできたんでたけど、ヨンダちゃんとかがさめっちゃ J-POP 歌ったりしてさ羨ましかったよな。盛大に音取ったな。結構ね配信が入ってから、うん、あのまあ固有名詞出す時であったりとか、そうそうそう、まあ、こっちの話ですけどね、うん、ネタに対して固有名詞であったりとか、うん、あの歌を歌う替え歌とかももちろんダメや、ね、著作権の関係でね結構ねしんどいのよそれって。だから配信の時に歌っちゃった場合は、うん、もうちゃんと編集でカットされんのよ。されんのよ。これ怖いっしょ。だからほんまにあの著作権が切れてる曲しか、うん、そうそうそう、そう、もうクラシック、クラシックとか合唱曲のめっちゃ古いやつとかしか歌えへんから、うん、エールのとかね、そうなってくるから、うん、やっぱ配信なしがたまにあるとね、うん、いいですよね。配信なありの時代になってから、うん、配信なしの時の芸人の暴れ具合が激しなったよな、うんうん、確かに。だからもうさ言われへんこと言ってみたりとかさ、コンプライアンスアウトみたいな、ここぞとばかりにな言って、もうこの間も営業行った時のミキさんとかやばかったもん。やばかった、言いたいこと全部言ってたもんな。もうもはやチーマルチーマルも出そうやもんな、チンチマルの話それウーマルコチンチマル、チンチマルの話ってことやんな、言ってる、チンチ、チンチマル、あれもいやもうあかんねん、チンチマルはとっぴな船の名前やんな、チンチマルとっぴな船の名前、チンチマル出航やん丸とついたらもう船やねんからな、絶対に。そうやね、だからそうなんですね、うん、配信がないと、うん、ほんまにちょっと羽広げられるな。そうやな。で脱いだりするのもあかんねやろ、上半身裸があんまよくないですよね。多分そうやな、半身とかあったら、うん、そうなんです。だからね、はい、まあ、たまにはちょっと劇場で配信なしのライブに来ていただくのもものすごく楽しいかもしれません。そうや、ん、ね、今回はちょっと配信なくてね、はい、申し訳なかったですけども、ね、また大阪でもやりたいと思います、はい、おやすみ。チャンネル登録ってした方がいいもんね、うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？